広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチートークチートラケンチです。ナップルです。本日は3月10日発売の強化拡張パックトリプレットビートから新カードを紹介していきたいと思います。イエイ。今日はね、水タイプのポケモンを紹介したいと思います。まずはこちらです。ブイゼル。あー、なんか水の中をね探検してるとこですかね。うん、僕この絵柄がめっちゃ好きですね。なんか立体感があるっていうか、うん、なんかこういう絵本とかもありそうですごい素敵です ね。このブイゼルから進化するのがこちらです。フローゼル。こちらは街中にね乗りましたね。うん、なんかこうちょっとおしゃれな雰囲気がありますね。なんか街に馴染んでるというか、ね、確かに。もう表情も絶妙でいいですね。ね、ポージングもちょっと決めてる感じが可愛いですね。うん、はい。フローゼルは水タイプの一進化ポケモンで HP が110です。一つ目の技が水1個の渦巻きテール。コインを1回投げて表なら、相手のバトルポケモンとついているすべてのカードを相手の手札に戻します。2つ目の技が水無色滝登り60ダメージです。はい、相手のバトルポケモンがどれだけ強力でも、うん、渦巻きテールを使うことでもう目の前の脅威を退けてしまうことができるかもしれないという強力なカードです。うん、2進化ポケモンだったり技を使うためにエネルギーがたくさんついているポケモンを手札に戻せると、うん、相手は再びポケモンを育てるのに時間がかかって、うん、自分が有利なペースを作れると思います。フローゼルで時間を稼いで自分は他のポケモンを育てるっていうのが良さそうですね。うん、あとはフローゼルを使った妨害デッキなんかも組めるんじゃないかなと思っています。うん、まず渦巻きテールを使って相手のポケモン手札に戻して隙を作ったら、技浮かせるを持ったフローゼルをバトル場に出して浮かせるでトラッシュのグッズを2枚回収するという流れが強力です。これでクラッシュハンマーなどを回収して相手がポケモンを育てるペースを一層遅らせたりとか、浮かせるを続けて相手のエネルギーを全てトラッシュしていくという戦い方ができますね。うん、水エネルギー1個でいろんな技を使ってくるフローゼルのデッキはなかなか厄介そうですね。うん、皆さんもぜひ戦い方などね思いついたらコメントで教えてください。はい、というわけで本日は3月10日発売の強化拡張パックトリプレットビートから新しいカード紹介していきました。はい、今後も最新情報をねポケカチャンネルで発信していきますので、ぜひこの動画への高評価とチャンネル登録もお願いします。お願いします。それでは皆さんまた次回、バイバイ。